こんにちは、旅するウェブデザイナーのみきみきです。今年についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーオナーウィングの提供でお送りしていきます。リリアンではキャンバ講座やイラストレーター講座をはじめクリエイティブな働き方を目指す方のための講座をご用意しています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。本日はウェブデザインでよく使う定番のおすすめフォント9選というテーマでお送りしていきます。デザインをする上で大切なポイントいくつもあるんですけども、その中の一つがフォント選びです。フォントを何を使うかでデザインは大きく変わっていきます。うまくフォントを使うためにまずはどんなフォントがあるかというのを知っておくことが必要です。今日はウェブデザインをしていく中で本当によく使うおすすめの9つのフォントをご紹介していきます。本日の目次はこちらになります。まずフォントの基礎知識、そして定番の3セリフ体5つ、そしてセリフ体のおすすめ4つをご紹介していきます。はい、それではですね、まずフォントの基礎知識から押さえていきましょう。オーブンフォント、大きく分けて2つの種類があります。セリフ体と3セリフ体です。セリフ体は先端に小さな飾りがあるフォントのことです。小さな飾りは鱗とかひげとか呼ばれています。この鱗があることで気品高い伝統的な印象を持たせることができます。3セリフ体は先端に小さな飾りはありません。セリフ体と3セリフ体の印象の違いですね。セリフ体は鱗があることで気品高く伝統的な格調高いイメージを与えることができます。3セリフ体は鱗がないことでシンプルでカジュアル、フレンドリーな印象を与えることができます。はい、それでは目次の2つ目です。3セリフ体のおすすめフォントを5つご紹介していきます。1つ目のフォントがヘルベチカです。ヘルベチカのフォントはウェブデザインでよく使うフォントなので絶対に覚えておきましょう。このヘルベチカはスイス人のデザイナーが1957年に発表した3セリフのフォントです。先端に鱗はないですね。ヘルベチカという言葉は聞いたことがなくても、こちらのフォント皆さんね、見たことはあると思います。なぜならアップルが標準フォントとして利用しているフォントなんです。ちなみにヘルベチカはラテン語でスイスのという意味です。でヘルベチカのフォントは企業のロゴでもたくさん使われています。パナソニック、フランフラン、BMW、フェンディ、トヨタ、無印良品、ノースペース、ジープなんかもこのフェルベチカのフォントをベースに作られているんです。フレンダリーな印象でデザインを作りたい、でもいいフォントを思い浮かばないなという時はですね、ヘルベチカぜひですね使ってみてください。はい、そして2つ目がフーツラです。フーツラとかフツラとかフトゥーラっていう風にも言われていたりするんですけども、一般的にはフーツラって言われることが多いです。でこちらのフォントの特徴は安定的なスマートさです。パッと見た瞬間におしゃれですよね。こちらのフォントはルイ・ヴィトンのロゴにも採用されていることで有名です。1923年に発表された3セリフ体のフォントなんです。歴史も長いんですね。ちなみにフーツラはラテン語で未来という意味なんです。フーツラのフォント、たくさんの企業ロゴに採用されています。先ほどもご紹介したルイ・ヴィトンです。あとはフォルクスワーゲンだったり、フール、スプリーム、ドルチアンドガッバーナ、オメガなんかもこのフーツラのフォントをベースに作られているんです。そして3つ目がゴッサムです。ゴッサムは世界的に有名なフォントメーカーによって2000年に制作された比較的新しいフォントです。もともとはですね、アメリカのメンズファッション誌 GQ に依頼されて制作したフォントなんです。で GQ の独占使用権が切れた2002年に製品として公開されました。アメリカの大統領選挙でオバマ大統領の特設ウェブサイトやスローガンに大々的に使用され、一躍有名になったフォントなんです。2000年に制作されているので比較的新しいフォントなんですけども、ゴッサムはウェブデザインでもう定番のフォントになっています。でこのゴッサムのフォントはウェイトもすごく豊富に揃っています。形にすると力強さがありつつも少し丸っこさが残っているので優しい印象も与えることができます。ゴッサムのフォントを採用している企業ロゴはこちらになります。 UFJ のロゴもゴッサムフォントですね。あとは Spotify とか TikTok、 こちらのフォントもゴッサムのフォントをベースに作られています。はい、そして4つ目のフォントが Optima です。 Optima のフォント、パッと見ただけで印象的なおしゃれな3セリフ体のフォントです。丸っこさもありながら太いところと細いところの差があるので、ちょっと女性的なデザインによく使われています。
縦線と横線の太さが異なります。縦線の方が太いのが特徴です。この抑揚がエレガントかつシンプルな独特な美しいフォントを作り上げています。他の三セリフ体のフォントよりオプティマだって見分けがつきやすいと思います。こちらはですね、1950年にできた三セリフ体のフォントです。よく女性的なデザインに使われるのがこのオプティマのフォントです。企業のロゴとしてはイソップだったりマリークワント、あとはルミネのフォントなんかもこのオプティマのフォントをベースに作られています。そして5つ目がディーンです。このディーンも特徴的なフォントなんですね。書くと少し角張った印象の三セリフ体フォントです。でこちらのディーンはもともとドイツ企画協会が工業規格の統一を目指して完成させたフォントなんです。なので海外の道路標識だったりとか交通機関の案内板などでよく使用されています。工業規格用だったこともあってパッと見で見やすいというのも特徴です。日本でもですね、交通機関などで使用されていることが多いです。すごく読みやすいということとシンプルでモダンな印象ということで、最近はですねウェブデザインでもよく使われるようになっています。ディーンを使っている企業フォントとしてはユニクロですね。あとは東京メトロ、そして東京オリンピックのロゴもディーンのフォントが使われています。続いてセリフ体のフォントを4つご紹介していきます。まず1つ目がタイムズニューロマンです。セリフ体で最も有名なフォントといえばタイムズニューロマンというぐらい一般的なフォントです。まずこのフォントはですね、絶対に覚えておきましょう。で、もともとですねイギリスのタイムズ紙が新聞用フォントとして1932年に開発したフォントなんです。汎用的なフォントで可読性に優れているので見出しだったりとか本文によく使用されています。ウェブサイトなので見出しのフォントで使いたい、どのフォントを使おうと思ったらタイムズニューロマン、もうこれを使えば間違いないです。タイムズニューロマンのフォントを使っている企業ロゴとしては HSBC などがあります。はい、そして次がディドです。ディドのフォントは私もすごく好きで愛用しています。で、モダンでおしゃれ、女性的な雰囲気のフォントなんです。で、数字も特徴的ですよね。少しコロンとしていて可愛いです。縦のラインが横のラインよりも太いのが特徴です。この横と縦の緩急がすごく女性的っていう風に言われていて、Vogueのロゴとしても有名です。見出しとして使用されることも多いです。そしてディドのフォントは Vogueだったり、アルマーニ、バザール、ザラなんかで使われています。そしてギャラモンです。ギャラモンもセルフタイの有名なフォントです。特に印刷物に使われることが多いです。でこちらですね、ギャラモンとかガラモンっていう風に言われています。オールドスタイルのセリフ体の代表格ですね。で、こちらのギャラモンが登場したのはですね、なんとですね16世紀っていう風に言われています。歴史があるフォントなんです。格調高い印象に仕上げたい時とか、伝統的な少しお堅い感じに仕上げたい時にこのギャラモンのフォントを使うのがおすすめです。はい、ギャラモンのフォントをベースに作っているロゴとしてはアバクロだったりとかロクシタン、ロレックスなんかがあります。はい、そして次がボドニです。ボドニは先ほどご紹介したディドと結構ね比較されることが多いんですけど、ボドニの方がラインが太くしっくり力強い感じですね。ディドの方がラインが華奢で女性的な雰囲気の印象です。で、こちらのボドニもディドと同じくアパレル系だったりとか女性誌のデザインなんかによく使われています。で、マンマミーヤとかエルなんかもボドニのフォントをベースに作られています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですね、ウェブデザインでよく使う定番フォント9つをご紹介してきました。こちらの動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハミングの提供でお送りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。